皆さんこんにちは。グラビアアイドルとして活躍し、現在は女優やタレントとしても活動をしている片山萌美さん。週刊プレイボーイをはじめ多くの雑誌に登場しています。今回はそんな片山萌美さんの経歴や大学時代のエピソードをご紹介します。片山萌美さんのプロフィール。名前片山萌美。生年月日1990年10月1日。出身地東京都。身長170センチ。血液型 AB 型。3サイズ92、59、87。所属事務所ウィントアーツ。片山萌美さんの経歴。1990年に生まれ、東京都出身の片山さん。兄弟はお兄さんがいるそうです。片山さんの萌美という名前の由来は、以前にフジテレビで放映されていた、ひらけポンキッキの8代目お姉さんを務めていた、萌美お姉さんこと、鈴木萌美さんのファンだったお兄さんが、つけてくれたと言われています。ご両親は役者という噂がありますが、実際のところははっきり分かっていません。芸能界デビューしたのが大学に入ってからということもあってか、出身の小学校、中学校、高校は不明です。ただ、中学生の頃はバスケットボール部に所属をしてキャプテンを務めており、高校時代はテニス部に在籍するなど、スポーツは得意なようです。ちなみに、高校時代のあだ名は、萌えねえ。何でも同年代より年上に見えるから付けられたそうです。また、通っていた高校は女子校とのことですが、それ以上の高校生活の詳細も不明です。大学時代。高校卒業後は千葉県にある私立大学の麗澤大学経済学部経済学科に進学した片山さん。19歳の大学1年生の時に、タレント養成所のオーディションを受けて芸能界を目指しています。また、大学3年生の時に舞台女優としてデビューを飾っており、2012年の大学4年生の時にはミス日本コンテストに出場し、ミス日本ネイチャーに輝いています。ちなみに今でもネイチャー仲間とは交流があるのだそうです。大学卒業後は、その後は舞台を中心に活動をし、多くの作品に出演している片山さん。2014年9月に週刊プレイボーイで初のグラビアを披露すると、そのルックスやボディがたちまち話題を呼び、新グラビア女王として一躍注目を浴びます。2015年5月には週刊ヤングジャンプ主催の原石10にノミネートしています。テレビや映画にも活躍の幅を広げており、2015年の共犯者でテレビドラマ初出演をし、2016年6月には MBS、TBS 系連続ドラマ、OL ですがキャバ嬢を始めましたで、キャバクラ嬢役を演じると、同月には映画、教科書にない、教科書にない2の同時上映では教師役を演じています。10月には、大根仁監督作品で、福山雅治さん主演の映画、スクープに少しだけ出演しています。2017年6月公開の劇場版、死囚獄では主演を務めると、同月公開の松井玲奈さん、新川優愛さんのダブル主演映画、女神様にも出演しています。2018年の居酒屋ぼったくりでは、テレビドラマ初主演を果たしています。一方、舞台でも活躍されており、2016年11月に上映された舞台、悲しき天使で初主演を果たすと、2017年4月から5月には、舞台ロマンシングサガ、ザ・ステージ、ロアーヌが燃える日では、ラスボス役を演じ、存在感を見せています。他にも、2016年7月2日には、QVC マリンフィールドでスポニチスペシャルデーとして行われたロッテ対オリックス戦で片山さん自身初の始球式に登板。そのルックスを生かしたへそ出しのユニフォーム姿で登場し、
球場に詰めかけた観客を魅了しました。片山萌美さんの人柄、エピソード。趣味は読書、映画鑑賞、ビリヤード、バスケットボール、クラシックバレエで、特技はピカソのフルネームが言えることだそうです。ちなみに大学時代の特技は早起きとダイエットでした。好きな言葉は昨日より今日、明日より今日で、好きな女優は広末涼子さんと太地喜和子さんです。他にも片山さんはマラソンが好きだそうで、2015年にはホノルルハーフマラソンに出場し、片山さん自身初めてのハーフマラソンということでドキドキワクワクだったそうです。気になるタイムは2時間35分。それなのに片山さんは、次は今日以上の距離を走りたいです。とコメントしており、今後の他のマラソン大会への出場も楽しみです。音楽ではビーズの大ファンであり、2016年1月発売の週刊プレイボーイ付録のカレンダーにて、ビーズのアルバムアクション収録の俺とお前の新しい季節のような歌詞が好きなタイプの曲だと話しています。私服はユニクロ好き。片山さんはユニクロが好きだそうで、基本私服を持っていかない。もう入らないんです。ヒートテックさんありがとう。あなただけ持っていくわ。とツイッターでつぶやいていたことがありました。いかがでしたか？多くのテレビドラマや舞台で活躍している片山萌美さん。新グラビア女王と呼ばれるだけあって、妖艶な美しさと抜群のスタイルの持ち主なので、恋人がいても不思議ではないですが、あくまで噂レベルではあるものの、嵐の相葉雅紀さんと関ジャニ∞の大倉忠義さんが恋人だったのでは？と言われています。ただ、写真を撮られたり、報道があったわけではないので、単なる噂止まりの可能性も高いです。ちなみに好きな男性のタイプは、年上で落ち着いた人がいいと話す片山さん。今後もいろいろな分野での活躍を期待しつつ、急な電撃婚もあるかもしれませんね。